はいどうもクラゲです。ということで今回なんですけども、皆さんまずはね明けまして、おめでとうございます。2024年もこうやってねまたプロスピの実況者として、迎えられたことは本当に皆さんのおかげかなと、まあ、本当にね、感謝をしております。まあちょっと抱負とかはリアタイやりながらちょっと喋っていこうかな。まあ今日がね僕の2024年一発目の動画ということで、何から入ろうかちょっと悩んだんですが、やはり純正界から入りたいということで、本日外小林義郎選手、使ってみた方やっていきたいと思います。この男が、現環境に舞い戻ってきました。はい、こちらです。いや使ってみたがやるのも久しぶりっすね。2年前かなんかに1回やったかな、それぶりなんですけど、まあ僕はもともとねスピ解放プラス800の外小林選手持ってたんですが、まあ今回せっかく最初に当たったんでね、もう検証しました。一応動画をね古い順から見ていくと、一番最初の動画が僕が外小林選手ガチャで狙いに行った動画なんですけど、それぐらい結構ちょっとね思い入れがある選手なんですよ。なんといってもナックルカーブ2種と、これはね本当にこうプラチナ帯では打ってくる人いるかもしれませんが、まあゴールド帯であったり、まあ、最近リア帯始めた方、その辺のレート帯になってくると、なんなら A ランクでも強いピッチャーになってるんで、まあ、最悪 A ランクは確保しておいた方がいいんじゃないかなとカープ純正の僕から見ても思います。まあなんといっても整がねめちゃくちゃ強いから、やっぱ S ランクなよな、キレッキレやから。 S と A とじゃやっぱ打ちにくさっていうのはもちろんね全然段違いです。なんで今日はね新年一発目なんで、純正の暴力スピの暴力で、まあ、新年からねランク戦をやられてる方をちょっと絶望へとね陥れたいと思ってます。ミートめっちゃちっちゃになるから。で打順はこれでいきます。まあ僕は先日ね2023年の、まあ、個人的良かった動画をラロッカに上げたんで、まあ、ちょっと久しぶりにラロッカ使いたくなったんで、庭に置いてやっていきたいと思います。それではね新年一発目のランク戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いきましょう。さあよろしくお願いします。まあ、この方が僕の初めての相手になるんで、ちょっとお手柔らかにねお願いします。はい、それではお願いします。まあ、結構外小林選手の説明省いたけど、もうあの説明がいらんというか、見てアニバーサリーのよ村上宗隆がミートマイナス19できる。本当に説明いらないんですよね。とりあえずもうこうやってでかい方を投げときますと、見送られても投げときますと、それでもまだ投げときますと、うん振らんねえ見えてるタイプ。得意な人は本当に得意だと思う。やっぱ変化球ピッチャーからストレートが苦手っていう人は意外と打ちやすかったりするけど、ストレートも投げていくと。おいしょー。いやこれはね見えてなくて手が出てないパターンや。まあど真ん中ちっちゃい方いきますか。おいしょおいしょー残ラロ、残念そこはラロか。で最新の坂本選手がこんなになっていくと。まあもう配球も何もないかな、普段から使ってるし俺も。でまあ2024年始まりまして、今年の抱負、まあ自分の中でちょっとまだ考えてはないんですけど、まあ、去年があれかな、まあ、登録者とかそういうのを目標にはせず、とりあえずね来年もこうしてみんなの前で実況を続けてることが去年の目標ですと答えて、まあ今ね2024年を迎えてるんで、昨年のまあ抱負はまあ一応達成できたかなということで、今年はそうですね、まあ今登録者も8万人もうすぐで到達するぐらいになって、まあ、ちょっと今年は登録者を目標にやってもいいんじゃないかなと思うんで、まあ、10万人を目指して、まあ、頑張っていこうかなと思っております。去年結構この時期な中途半端だったから、登録者が10万目指すのもあれやし、ちょっと目標がなかったから登録者の目標立てなかったんやけど、今年は10万人を目処に頑張ろうか。あと2万人、まあ、もちろんね2015年の正月もこうしてプロスピ実況をね続けてることが一番いいんですけど、一つね登録者の目標っていうのも作っとこうかな。で、パワーヒバージョンラロッカと。いやでもねパワーヒにしてからマジで飛ぶからな、ラロッカ見といてな。おいしょ、いや惜しい今のももう神糸やからね。おいしょ、いや、オッケー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 。いやー、いいね。お、諦めんな。まだや。君にはもうちょっと外小林地獄っていうものを味わっていただきたい。で、まあ、先日のね、動画で2023年の、まあ、皆さんが思う黒ヤギの神動画、なんか聞いたんですけど、まあ、いろいろね、意見来てまして、まあ、やっぱり一番多かったのは、そのモギニーっていうね、ちょっとわけわからん呪文が発端となったエキサイティング背景動画が多かったですね。まあ、あとは純正の荒井さん、荒井さんの動画、なんか俺、新井さんの動画でもねホームラン4本打ってるらしい。もうめっちゃ打ってるやん俺。じゃあじゃあ5本がおらんってことやんな。ホームランホームラン5本打ってないよね誰もじゃあこれから5本目指して頑張るで。俺3本が最多と思ってたけど4本らしいですねもうむちゃくちゃや俺の記憶。あとあったのはセレクションの大山選手の動画、うん、その時の話した内容が毛穴について話したんですよ。それは何かというと、まあ、ちょっと夏の時期だったんでセレクション、何かというとね、女性よくこう背中をこう見えるような服を着てるじゃないですか。着てるのはいいし可愛いと思うけど、あのみんな毛穴えぐいでっていうのをこの
この動画で喋って、まあ、それが面白かったって言ってくれた方もね、いましたね。俺正直伝えただけで、別に悪気はないっていうね、まあ、トーク内容で選んでくれた方もいましたね。あとはもう本当に、いろいろ、本当、あ、そういう動画まで見てくれてたんやとか、いや、それは見てくれてるんやろうけど、覚えてたんやみたいな。でも昔の動画をね、チョイスしてくれた方もいましたし、ありがとうございます、皆さん。またそういうね、選んでもらった動画、そのサムネなんかもね、ちょっと参考にしようかな。あ、待って、行政してもあ、コールドしてもらった。うわ、もう最悪。あ、まあでも、えっか。新年、一発目。まあ、コールドサクッとね、終わるのもいいんじゃないですか。1イニングとはいえ、完全試合やからな。いや、このお方もね、新年のご挨拶、皆さんにしないといけないというのを忘れてました。ごめん、存在忘れた。ちょっとオープニングからおらんかったけど。うん。やっぱ新年一発目の動画、この子がね、いないとダメでしょう。うん。ちょっと起きて。俺もさ、小学生の頃とかさ、なんか人形と一緒に風呂入ったり、飯食わしたりみたいな、なんかそういうのない？なんか人形を本当のこう生き物として扱うというか、そういうことやってたな。あ、さすがにもうこいつにね、そういう感情はないですよ。こいつと一緒にお風呂入ってるわけじゃないですからね。なのか？いや、いかんか。今の言ってたら惚れてたけどな。あー、まあパワヒの力でもさすがに無理か。よいしょいや、それこそね、外小葉選手が出た当時なんか、もう全く見分けがつかんみたいな感じで、ほんまに強かったんやから。でもやっぱ人間ね、慣れると、いつの間にかね、対処してたっていう。今ではまあ12球団で中継ぎでいたら、ちょっとね、たまに強いかなみたいな感じで、ガチガチの先発にはね、もう入ってこない環境にはなってるけど、絶対シルバーとかゴールド帯では、全然強いと思う。俺も超高速とかやったら、あんま好きじゃないし。はい、いや、気持ちいいね、新年一発目から。じゃあもう行きます。もうね、配球してたら強すぎて面白くないから、お任せでやっていいねえ、まあ、強すぎんねん。お任せいきますわ、配球お任せ。 AI の力でも正直打ち取る気がする。ナイスキャッチ。いや、ちょっと危なかったけどな。でもなんか AI ってストレート多めよな。ストレート投げがちになるから、そこはちょっとストレートじゃん。ほら、なんなんこれお前、なんかせめて考えろって。もうちょっと、これもストレートじゃん。おい、やばい壊れてる。なんかいずれ人間がさ、おいいずれ人間が AI に負けるとか言われてるけど、こんなん見てたら負けんやろ。お前何してるん一球種しかないんかなあ。三球種あんねんから、おい、もっとランダムに使えよ。何これ、こんなん見てたら負けろ遊んでろん。そうそう、笑えんで。え、こんなん負けるわけないやん。ターミネーターの世界とかあんな、デデンデンデデンとか言うてる場合ちゃうで。一生ストレートしか投げてない、マジでこの AI ねで打ち取れちゃうと。もうこれは勝手に相手がね、ナックルカーブを頭に入れてくれてるから、投げなくても抑えられてるっていう。ほんで君はいつ投げてくれるの AI 君。おお、やっと投げた、やっと投げた、やっと投げた。しかもめっちゃいいボール急に投げるやん。いいボール、上げて下げるタイプですか。お、すごい、今の明るい。でかい方と同じこう軌道からストレート投げ込んだ。で、相手詰まった。あ、すごいこれ。うん、バカだ何も覚えんわ。バカの一つ覚えかのように一生ストレート投げるわ、この AI。 え、なんでこんなにあれな、変化球選ばれる率低い。ちょっとファールファールファール、何をしてんの。次ストレート投げたらやめます。あと一回だけ AI の底力見さして。うん、もうあかんわ、全然投げへん。俺が手動で一球投げとくわ。ナックルカーブ、ナックルカーブを使わないといけないですよっていうのを AI に刻み込ませる。俺が AI の脳内に。分かるか AI、 見とけ。これが外コバの配球やん。ほらもう相手合ってないでしょ。で、ここで学びました AI が。からの、はい、学んだことを生かしなさい。フライ先生が教えてくれた、フライ先生が教えてくれたでしょ。何をしてんねん、もう。あ、でももう抑えたからいっか何も学ばんやん。何が配球お任せやねん。何も考えずストレート投げてるだけやないか。まあ、それぐらいしても強いっていうことをね、みんなに伝えたかった。俺別に遊んでるわけじゃないで、これ真剣にやってるから。笑ってないやろ一回も。ラノッカ選んでくれてる人もいたわ。クラギさんと同じです、ラノッカの回めっちゃ好きでしたって言ってくれる方もいましたね。やっぱラノッカの成長が見れて嬉しいらしい。高難度からパワーヒエ進化した、そのラノッカをみんなも嬉しいらしいわ。ほえい、3打数3打打ちやすいな、やっぱいった。いや、気持ちいい、もうたまらん今の。もうあれぞ、新井さんを使ってる理由よ。うん、純正いいな。まあちょっとホームラン打ったら終わりさやから、この辺で止めとくか。うん、いや、まあ2イニング目に
もなるとね、もうすごいね、マイナス43とマイナス30、合計マイナス70ですか。でも2イニング目になると学んだんじゃないかな。え、これって法則あるんかな。なんかもうそのイニングはその球種に傾くみたいな。ってなるとナックルカーブがおなってくるんじゃないかな。うん、まあ、ナックルカーブ投げるまで投げ続けたい。うん、もうごめん、ちゃんとやるわ。ごめんごめんな、もうこういうの見に来てるわけじゃないもんな。もう真剣にやりますわ。真剣に配球します。うん、相手もそろそろ感づいてきた。ストレートに対応し始めてきたから、ちょガチでやるわ。相当きついと思うわ。うん、これで純正のね、外コバ選手を打つとなると、インコースだけじゃなく意外と外角もね、使ってあげるといいです。左バッターこの辺使いがちやん、みんな。外角をこうやってね、しっかり使ってあげたら打ち取りやすいっていう。まあ真剣にね、たまにはこう遊んだから、たまには真剣に解説もしていくと。最後はちょっと配球を任せる打ち取りたいぞ。そろそろ学んだ頃やろ。いけ、決めろ、学べ、決めろ、学べ。うん、もう一生ね、人間が AI に負けることなんてありません。